高見です。今回のお題は公共紙幣エルカセブンです。今回語ってくれるのはこちらの方、新人梅太郎でございます。よろしくお願いします。でエルカとは何ぞやと、珍しくサンライズじゃありませんよ皆さん。ボンズ制作のロボットアニメです。2005年制作のアニメになります。それでは、梅太郎さんを中心に語ってもらおうと思うので、どうぞ梅太郎さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。エウリカセブンとは何ぞやということで、エウリカセブンは、2005年公開ということで、ちょうどロボットアニメ黄金期、平成のロボットアニメ黄金期の作品の一つになります。そうですね、結構もう17年くらい前ですね。ゼーガピンぐらいかと。あ、多分ゼーガペイン、アクエリオンとかやわ、時期的にはあの辺で、あれや、サンライズ的にはあれや、珍しくまだあの CG アニメに移行する前の多分ロボットアニメやわ、ちょうどこのエウレカが終わったあたりから無駄にロボットを CG 寄りに持っていったようで、まだ CG っていうよりまだのセル画というか、絵で表現してる、スピード終わったあたりっていうロボットアニメ扱いになるのかな。だからエウレカは俺らの世代だと結構こけたロボットアニメやで、これこそエウレカはパチンコで当たったんやって。なるほど。ちょうどアクエリアンの後にパチンコになってエウレカはそれで当たって、俺ちゃんと打ちに行ったもん、すぐ打ってちゃんとプレミア出してちゃんと買ったよ俺っていう思い出くらいしかエウレカはないで、まあ梅太郎さんにもっとエウレカについてね語ってもらいたいと思うんですけど、なんで梅太郎さんね、あのここにいるねカステラルさんと抹茶嬢さんと梅太郎さんってね、メガネ三兄弟ってねお店で言われてるんですがまあそれの三男坊で一人だけ飛び抜け若いんですよ彼は、こんな若い彼がなぜエウレカを語るのか、世代ですか、まずエウレカが世代じゃないですね。でしょうね。だよね。だよね。お前え生まれてはいるんか。生まれてまだ2歳ですね。人口大してない。まあ、あんまり年齢出すといろいろ足がつくんで、あのふわっとさせとけばいいけど、やろう、なぜエウレカに行ったの、どこら辺でハマったんよ、世代的に。僕が最初エウレカに入ったのは超実家にあった漫画版からだったんですよ。あ、いや親が読んでたんや。親が読んでましたね。まあそれで漫画版はそこで結構前に読んでたんですけど、意外とそのアニメ版を結構最近まで見てなくて、で結構そのまあ、社会人になってから見るようになったんですけど、なんですかね、やっぱその男子校だったこともあってか、そのボーイミーツガールということに対してのその憧れみたいなのがあったのか、ものすごいハマったんですよね。ごめんごめん、エウレカにどこにボーイミーツガールの、めっちゃボーイミーツガールでしょ。大作目も鉄板だよ、鉄板で、退屈な日常の中に親方女の子を持ってくる、それ違うやつや。そんな風に思って見てないもん。ただのレントン少年が残念な主人公ロボットアニメ出してきたらやるなって思いながらただ見てただけで、バンダイやるなみたいな、そんななんか、ね、でもあれは綺麗に SF で再現したボイミスがあるところ、そんな風に考えて見てなかった、全然。もう一回見よう、その視点で。いやいやいや、さっきも言ったけど1期2期はいいけど3期4期が俺はダメやった人間やで、もともと2期までの予定やったんですよ。あ、それが人気が出て延長になったから3期4期が作られるようになったっていう事情があって、3期はちょっとぐだるんですよ。福井全く話題なかったよ。本当ですか。やってなかった。俺らの世代は全く、だからプラモデルすら俺だいぶ後になって見たもん、エウレカのビルドは。今日の DVD の後ろの方になんかプラモデル出ましたって言うけど、俺多分プラモデルの実機見たのマジで大人にだいぶ後になってから売れ残りで見たぐらいで、昔はまだあった、他のがほんと痛みがあった。いや俺逆に、ね、俺見たことないもん。でも最近僕見ましたよ、ニューバーシー以外のもの。私だけは再販してないんですよ。そうなんや、逆なんや。そうなんです、主人公機だけないっていう珍しいパターンだよな。そうなんですよ、なんでなかなかキットに巡り合えないって不幸が続いている感じなんですね。珍しい、いや、キットって本当に何を、じゃあ何、テレビ版と劇場版とどっちが好きなの。
僕はやっぱりテレビ版が好きですね。テレビ版、劇場版、劇場版三部作やと、はい、あの俺は中飛びの劇場版はいらんと思ってる人やで。あそうですね、それでもやっぱ多分テレビ版が一番。歌が好きやったよ、俺、オープニングもエンディングも。確かに、あれでフローが有名になったっていうのもあるし、うん、秘密基地好きですよ、一気のエンディング。歌は総合的にロボットアニメとしての良かったんやけど、評価高いと思います、うん、ラップもここまで受け入れられてる曲も珍しいなっていう少年。そうですね、あれはね、オープニングだけだと 4人中2人当たって1人当たったうちの一人もふわっと消えて、今一つしか残ってないけど、一つはいつの間にかアニメになっちゃったみたいなね。時代じゃなんか当時だと考えられみたいな。一番最後も終わってからやけど当たったのが4期のオープニングは。で、有名になって、売れてる、なんか再ブレイクみたいになったタイミングで解散してねって確か、あの人たち。もう解散してる人いる、確か。だから基本的にもうほぼあのメンバー、フロー以外動いてないんじゃないかな。オープニングは良かったですね、名作でちょっと映画を含めて。という感じで、意外と、エウレカは、全員が語れたということで、全然梅太郎さんが語ってないので次回はもうちょっと梅太郎さんにエウレカを語ってもらおうと思います、はい、すいません、大人が3人出しゃばってすいません、出しゃばってすいません。次回はもうちょっと出しゃばりを抑えて梅太郎に語ってもらおうと思いますので、次回もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。